ペコパ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 ペコペコパペコパペコパ。お腹空きました。社会の屋台セットになります。パポキン。懐かしい。そこ辺のアジア、キニーです。皆さん昼食は好きでしたか？今日は学生気分に戻って韓国の給食を味わいます。こちらのお店はデチョルはペンオパという名前なんです。このペンオパっていうのはお腹が空いたっていう意味だそうなんですよ。アジアドラマタイムの僕が見つけたシンデレラの中で主人公がトッポギを食べていました。トッポギは学校の外に屋台があるほど学生たちの間では人気だそうなんです。そのトッポギをこちらでは給食スタイルで食べられるということなんです。ペコパ。失礼します。ありがとうございます。社会の屋台セットになります。これ社会の屋台セット、すごい給食スタイルですか？はい。これそれぞれトッポキ、はい、こちらがトッポキ、コチュジャントッポキになってて、でおでん、おでんと、あとキンパと、天ぷらになりますね。これが社会をイメージしたセットなんですね、はい。こういったトッポギや今回はおでんですけれども、韓国の学生たちの間では人気なんですか？そうですね、結構こう普段よく食べる定番の料理にもなってますし、給食にも出ることが結構多いです、ね。こちらのお店のコンセプトがまず面白いなと思って、はい、本当に学校の教室みたいじゃないですか？そうですね。このつるはし自体が小学生とかこう中高生、学生の方が多いんですけど、そういう方たちにもこの韓国の学校とかその給食のスタイルをこういうのもあるんだよっていうのを広めたくて、そういう風に作らせていただきました。何から食べましょう？どうしましょう？いやーと先にちょっと食べたいものを食べちゃう派なので、コチュジャン。アシストよ。タポキン。甘辛くて美味しい。学校でトッポッキの給食食べられるの羨ましいです。皆さん給食で好きなメニューは何でしたか？私はカレーでした、うん、ハヤシライスも好きでした。そして他にもキンパ、前にチンスギ先生と一緒に作ったキンパとはまた違うキンパです。なんか細長くて具がだいぶ外に出てますね。美味しい。さっぱりしてます。さっぱりしててごま油が効いてますね。ジェニーさん、まだ給食ですか？先生人。はい、今日は先生人です。先生、給食です。まだ居残りですが、まだ給食です。ちなみに先生はこういう給食食べてましたか？あ、昔、はい、こんな給食食べたことあります。あ、ありますか？はい、韓国では一番定番の給食って言っても過言ではないですね。私が見てる限りこれはブサンおでんだと思います。ブサンおでんでした、はい。基本的に韓国は、炭水化物と炭水化物を一緒に食べるのが好きです。給食は小学校から高校までずっとあることが多いんですか？そうですね、韓国の高校の場合には夜まで勉強しないといけない、そういうルールがあって。受験勉強ですか？そうですね、高校1から高校3年生までは、私の経験としては
夜の11時半まで学校を追って、でもう帰ってまたその図書館とか行って2時まで勉強して寝たり。寝る時間あります？韓国ではその受験するときに 4時間以上寝たら、まあ、負け犬やから寝たな。もう時代が変わっていくと思いますが、どんどん、まあ、私の時代は結構それが当たり前の時代だったんで、で誰も文句言わずにそういうふうに過ごしてきました。じゃあ夜、お昼の給食と夜の給食もあったんですね。そうですね。8時間ぐらい寝てました。ジニーさん、もう早く給食終わらせてください。もうこれから授業始まりますよ。ゆっくり食べちゃおう。天ぷら。天ぷらです。何の天ぷらだろう。うん。海苔巻きの天ぷらです。初めて食べました。海苔巻きだ。で、中にシソが入ってます。おいしい。楽しいですね、お昼休み。で、夜も勉強して、夜も給食があるだなんて。夜何してたかな、私。勉強してプリクラ撮ってプールに行ってプリクラ撮ってプリクラばっかり撮ってました、中学の時。はい、おでんです。このまま食べるんですね。さっぱりしてますが、優しい味ですね。懐かしい。こういう机で食べてました、私。隣の人と喋ったり、みんなで机くっつけたりして食べてました。いや、みんなで食べるご飯美味しいですよね。で、お昼前の4時間目とか4時限目になると、お腹すいた、お腹すいた、ペコパペコパペコパ、お腹すいたが脳内の9割を占めるっていう4次元目のラスト10分。今日は韓国の学校給食を味わいました。このもう教室の中で食べると、もうより一層学校中高の思い出がよみがえります。いや、もうね、学生時代も良かったですが、今が一番。今、はい、チャンネル登録といいねボタンお願いします。